今日は以前にもご紹介させていただいたブルックリンサンセットパークのインダストリーシティのご紹介です。こちらは最寄り駅36ストリート駅周辺の様子です。こちらの通りは4アベニューになりますが、ここから3アベニューの方に向かっていきます。駅から1ブロック歩くとすぐにインダストリーシティが見えてきます。新たに整備された産業用ビルディングに多くのビジネスが移ってきておりまして、以前ご紹介させていただいた時よりも活気が出ています。建物の1階部分は主にフードコートとなっております。こちらは小物屋さん、多くのフードベンダーが入っております。隣のビルディングに行ってみたいと思います。最近ジャパンビレッジと呼ばれる日本のスーパーフードコートが入っているスペースもできており、おすすめのスポットとなっております。